ロシアグランプリが中止となり、今のところ正式に他の代替地は確定していませんが、ホッケンハイムリンク、カタール、ヘレスなどが名乗りを上げており、正式発表は時間の問題と言えるでしょう。つまり2022年の F1 は予定通り全22戦で行われることになると思います。その多くのグランプリが開催される F1 シーズンにおいて、開幕戦は各チームにとって今シーズンを占う重要な一戦と言えます。その重要な一戦で完璧なスタートダッシュを決めたのが名門フェラーリです。そしてフェラーリと対照的に最悪なスタートを切ったのが、昨年マックスが初のドライバーズタイトルを獲得したレッドブルです。今回はそのレッドブルの衝撃のリタイア劇についての話です。全57周で行われたバーレーングランプリの決勝レースの54周目、2位を走行していたレッドブルのマックスは3つ目の DRS 区間となるバックストレートエンドのターン11でフェラーリのサインツにかわされてしまいました。その直後、最終コーナー手前で突如スローダウンし、そのままピットに戻りリタイアとなってしまいました。マックスは数週前からステアリングの異常を無線で訴えており、最後にはバッテリーに不具合があると告げていました。その時の無線でのやり取りがこちらです。このバッテリーはどうなってるんだ。バッテリーは正常だ。そんなわけないだろう。正常じゃない。なんだこれは、この野郎。バッテリーは関係ない。こちらにできることは何もない。アドレナリン全開のマックスはこのように激高したものの、問題は改善されず、開幕戦をまさかのノーポイントで終えてしまったのです。しかしレッドブルの悪夢はこれで終わりではありませんでした。マックスのリタイアにより3位に浮上していたペレスは、猛追するハミルトンを従えファイナルラップに突入しましたが、なんとターン1でスピンを喫し、そのままリタイアしてしまいました。はじめはハミルトンと接触したか、ペレスのミスのようにも見えましたが、エンジンが止まったことが原因だったのです。つまり54周目のマックス、そしてファイナルラップとなる57周目のペレスは、わずか3周の間に立て続けにリタイアしたことになります。近年の F1 はパワーユニットの年間使用数も定められていることもあり、パワーユニットの性能を限界ギリギリまで使用しないので、劇的に完走率は高くなっています。その状況下でレッドブルの2台はほぼ同時にマシントラブルで戦列を離れてしまいました。レッドブルと同じ HRC のパワーユニットを搭載するアルファタオリのガスリーも44周目にパワーユニットが派手に燃えてしまい、リタイアしていました。当初レッドブルのマシンには燃料ポンプの異常が噂されていましたが、その後彼らはそれを否定しています。そして次に浮上したのが燃料自体の問題、つまりガス欠です。もしガス欠だとしたら、明らかにチーム側のミスということになりますが、レッドブル側は即座にこれも否定しました。今シーズンの F1 にはガソリンに再生可能なエタノールを 10% 混ぜた E10 燃料が導入されています。当然ながらトップチームのレッドブルはこの E10 燃料が引き起こす様々なトラブルも想定していたと思いますが、彼らは今回のような事態を想定できなかった可能性もあります。レッドブルの2人のマシーン RB18 にはレースを完走できる燃料が搭載されていたと思われますが、もしかしたら燃料が少なくなってきた時に起きるある現象がリタイアの直接的な原因となっていたかもしれません。あくまで推測ですが、その現象はキャビテーションかもしれません。キャビテーションとは、液体が流れる際圧力の差が生まれることで起きる泡、つまり気泡が発生したりそれがなくなったりする現象です。当時 RB18 にこの現象が起きていたとするなら、マックスのバッテリーが異常だ、ペレスのパワーを失っているという発言が当てはまるのかもしれません。タンク内で燃料が気泡の発生と消滅を繰り返していたことで、一時的にパワーを失い少ししたらパワーが回復するというのを数週にわたって繰り返していた可能性があります。開幕前テストで各チームはアタックラップはもちろんのこと、ロングランでの速さ安定性を重視し、様々なデータを取得しますが、そのメインはタイヤの変化、安定したマシンの挙動を見ることかもしれません。つまり全57周で行われた
バーレーングランプリ決勝のようなロングランでのこのような燃料の問題は未知の世界だったかもしれません。チーム側によるとマックスとペレスのマシンには数キロの燃料が残っていたといいます。つまり E 点燃料に変わったことに原因はなく、さらにガス欠でもないと言えますが、燃料が少なくなった際に起きるキャブレーションが原因かもしれませんね。さらにグランドエフェクトが復活した今シーズンのマシンには激しい上下の振動であるポーパシングが出ているので、この振動がガソリンタンク内に気泡を発生させているかもしれません。さらに E 点燃料が重いのほか燃費が悪かった可能性もあるかもしれません。もしこのキャブレーションが原因だとしたら、次戦からは燃料を少し多めに搭載すれば同じトラブルの再発は未然に防げると思います。しかし気になるのはマックスのマシンに起きた症状です。マックスはこう語っています。問題はブレーキから始まっていて、オーバーヒートしたためにリフトオフせざるを得なくなった。その後もマシンバランスに問題を抱え、最後のピットストップ後にはステアリングがロックしてしまった。もしキャブレーションが原因だとしたら、マシンにこのような症状は発生するのでしょうか。ペレスはこのようなトラブルを抱えていなかったと思われるので、キャブレーションが原因と言えるかもしれませんが、もしかしたらマックスのマシンに起きた複数の不具合は複数のトラブルが起きていた可能性があると言えます。昨年までのレッドブルは当然ながらパワーユニットのことは全てホンダに任せていましたが、今シーズンからはホンダが開発をし、その運用はレッドブルパワートレインズとなっているので、彼らの負担が増えている可能性があります。ワークスチームのフェラーリ、メルセデス、アルピーノはパワーユニット部門も確立されていますが、もしかしたらプライベーターチームであるレッドブルにはホンダが協力をしているとはいえ、まだまだ荷が重いのかもしれません。噂ではクリスチャン・ホーナーはアルファタウリのガスリーの炎上について MGUK が原因だったと語ったそうですが、もしこれが本当だとしたら深刻なパワーユニットの不具合となるので、今後のホンダ、HRC、そしてレッドブルパワートレインズの開発、運用方法の見直しが必要かもしれませんね。このようにもしレッドブルの2台には燃料が少なくなった際に起きるキャビテーションが起きた可能性があります。しかしそれだけではないような気もするので、ダブルタイトルを目指す彼らにとっては早急に原因の追及、対策が求められます。開幕戦でワンツーを決めたフェラーリとのポイント差は44。今のところ本調子ではないメルセデスにも27ポイントの差をつけられたレッドブル。まだまだシーズンは長いですが、レッドブルはいきなり窮地に立たされたとも言えるのです。皆さんは今回レッドブルの2台に起きたトラブルは何が原因だと思いますか？トラブルの原因を解決して昨年のようなレッドブルが見られるといいですね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。